2017年9月の北朝鮮の核実験とは、2017年9月3日、朝鮮民主主義人民共和国環境、北道基地周軍豊家市里付近において行われた核実験。北朝鮮が核実験を行ったのは2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月に続き6度目となる。 金正恩が署名した実施命令書日本の気象庁は2017年9月3日12時31分頃北朝鮮付近を震源とする自然地震ではない可能性のある地震波を観測した。気象庁によると当該地震の発生時刻は12時29分57秒、地震の震源は北緯41.3度、統計129.1度、深さ0トル 地震の規模はマグニチュード6.1とされる。一方、韓国気象庁と韓国軍合同参謀本部はマグニチュード5.7と発表し、米地質調査所はマグニチュード6.3と発表した。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、現地時間同日15時、大陸間弾道ミサイル搭載のため、水爆実験に完全成功したと発表した。また、 水爆実験の実施は同日午前に開催された朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会会議で決定し、決定書に金正恩党委員長が新筆署名したとも報じた。もし確認されれば北朝鮮による過去最大規模の核実験となる。同日、ジョセフ・ユンアメリカ合衆国国務省北朝鮮担当特別代表 金杉健治外務省アジア太陽州局長、金一市大官民国外交部朝鮮半島、平和交渉本部長が電話会談し、北朝鮮を非難するとともに対応を協議した。核実験から約1週間後の9月11日、国際連合安全保障理事会は北朝鮮に対する制裁決議を全会一致で可決した。ありがとうございます。